プロフィールはこちら。JFA アカデミーのね、これ中高で6年間所属して、その途中で2014年になでしこリーグに特別指定になったっていうんだけど、 JFA アカデミーは今回選ばれたメンバーの中で出身チームとしてすごく多いんだよね。多いな。結構今後も出てくると思うけど、うん、JFA アカデミーの選手にはあのメンバーだけじゃなくて WE リーグにもすごく多いから、うん、まあ、注目してほしいとこだよね。はい。そして今回ね、エースチャンネルにアポなしテレフォンで出てくれたんだよね。めちゃめちゃええ子あったじゃん。ハプニングが、そうハプニングがあって、チカオが指名してくれた子がちょっと NG になっちゃって、ほんでもう一回撮影を撮り直してくれてんけど、もうそれも笑顔でもう心よく対応してくれて、もうしかもなんか LINE するたんびにアスナさんから LINE 来たらなんか嬉しいですみたいな感じ言ってくれて、めちゃくちゃ可愛いやんけと思って。最高だね。猫やろ、めっちゃ猫。笑顔も可愛いしね。いやほんま、いや頑張ってほしい、ほんま。詳細はこちらをご覧ください。日本代表の経歴としてもアンダー17、20、2019年ワールドカップ五輪と、もう全カテゴリーでね、あのメンバーに入ってて、まあもう実績は若い時からある選手。それではチカオの勝手に自己紹介。得意なプレーはシュートストップ、クロスの対応。このさ、ムービーにも言ったけど、あの田中ミナのねシュートをパーンって止めたところとか、まあ、全体的にリーグでもね、まあ、そこのスキルっていうのはもうずば抜けてトップレベルってところはもう見てわかるよね。うん、まあれを止めてくれるのはすごい。うん、助かる。次、あだ名はラオ、ヒラオ、チカ。ちょちょ、これもアスなんで呼んでるっけ。チカオ。これでもチカも悪いよね。チカ、うん、だってアポなしテレフォンであだ名はチカオって言ってたもんね。そうやのにさ、これに入ってへんやんか。んだからな、突っ込んだもん、チカオ入ってへんやんって。そしたらあはとか言って、なんか入れといてくださいって言われたけど付けたらしい。いいね、まあそういう一面もうちらならでは。うん、最近の趣味はゴルフ。おお、渋いね。いいねゴルフ。次、ペット飼ってる。飼ってないけど知り合いの犬をよく預かります。ライス、名前トイプードル。へ、うん、まあチームでもね飼ってる選手も多いだろうし、今もうリーグの中でね飼ってる選手めっちゃ多いからね。多いな、まあ、ペットは好きだけど飼ってないってことだよね。うんうん、でもよく預かれるぐらいだから、うん、ほんま預かれるぐらいってすごいね。次、特技は。すみません、特技ありません。ヘシリーみたいな答えないで。おもろい。そこですみませんって入れるのがやっぱチカのね性格だよね。うちらが勝手に聞いてるのに謝ってくれるという。ほんま、どんだけ優しいねっていう。次、自分のチャームポイントは。指の曲がり、髪の毛の色。指の曲がり気になる。ある。何？指の曲がり。どういうこと？どういうこと？わからん。関節曲げれるってことがちょっと詳しくわからない。また聞いとこ。詳しくはわかんないから、うん、聞いとここれも。確かに髪の毛の色は奇抜やん。確かに。うん。うん、いい。チャームポイント。うん。はい、そしたら、チカオの勝手に自己紹介コーナーはこれで終わりです。チカオ、ありがとう。頑張って。